タンプラリー2019キャンピングカーで行く完全制覇の旅、今回がラストランといったのがですね、それの今日はスタート地点、そこを鉄州の道の駅にしました。道の駅の開店も確か10時なんでベストですね。いいベスト、今10時ジャストでございます。到着でございます。今日のスタート地点、スタンプラリーラストラン行きましょう。あ、いいですね、ご当地ピンズ。ご当地ピンズ、よいしょ。ここですね。また微妙なところは行ってみましたね。道の駅に行きました。道の駅、はい、ノーマルピンズ。時刻の方は今10時20分になりました。次の道の駅富士見、そちらの方に戻っていきたいと思います。次の道の駅まで約20キロです。富士見、駐車場はそこそこ広いんですけどね、全くいません。上の方はレストランと行きましょう。新しい建物が作られてますね。シルバーピンズ。では次の道の駅へ行きたいと思います。
11時10分道の駅初山別、真正面が、初山別温泉岬の湯です。そしてこちらの建物が道の駅の建物ですかね。来ましたね、はい、ロマン街道初山別、道の駅初山別到着です。50円引きとかあるの、100円引きですよ、100円引き。チーズケマスケのね、ご当地ピンズもある。あ、知りませんでしたね。これはどっちがって言われるとちょっと知らないキャラですわね。こっちの方はですね、ピンズ、いつもピンズ、こっちもシルバーピンズ、シルバー連続シルバー、さすが天文台、すごいね。ただいまの時刻12時、道の駅羽幌到着です。温泉のある道の駅です。時刻は12時25分に間もなく道の駅ふわっと苫前、ちょっ
ごい綺麗。印刷かのように綺麗ですね。はい、終了でございます。では、また次の道の駅に行きましょうか。